福音マタイの福音書を見ましょう。24章です。45節。45節です。マタイ福音24章45節。マタイの福音書24章45節。谁是忠心有见识的仆人，为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人がそのゆえんしもべたの上に立てて、時に応じ食物を備えさせる忠実な白深いしもべは一体誰であろう。教会的教员、负责人、圣职人员、通通是耶稣基督的仆人。教会における責任者、聖職者、教員、すべてイエス様のしもべにあたります。每一个弟兄姐妹就是神家里面的人。どんな兄弟姉妹であろうとも、神の家の一員なのであります。我们来参加聚会、听道理、就是领受属灵的粮食。そして私たちこの教会に来て集会をするということは霊的なパンを食べることにあります。イエス様が言っているように忠実で仆人要按時分糧。イエス様が言っているように忠実で白深いしもべたちは時に応じてその食物を与えなければなりません。就好像爸爸妈妈来养育我们的儿女。それはお父さんお母さんがその子供たちを養い育てると同じように。这个孩子他需要什么样的营养。今この子にはどんな栄養が必要なのか。这个孩子在小时候、在青年、青少年、到了大学、要用什么来教导他。この子供が、少年になって、青年になって、大学生になった時に、一体どのようなものを持って、この子たちを導いていくのか。我的孩子失敗的时候、成功的时候、痛苦的时候、快乐的时候、要用什么话语来安慰他、带领他。私の子供が失敗した時に、成功した時に、喜んでいる時、悲しんでいる時、一体どのような言葉を持って、彼らを慰め、励ましていくのか。从小到老。小さい時から年を取るまで。从甘到苦。甘さから苦しさまで。整本圣经都有许多丰富宝贵的道理。この一冊の聖書の中において豊かな真理が満ち溢れています。从刚强到软弱。強さから弱さへと。要怎么来讲。どうやって話すのか。这就是按时分粮。これが時に応じて食物を与えることです。明天母亲节了。明日は母の日です。我们来讲应景的这个道理也是按时分粮。私たちもこの真理について話すことも時に応じてその食物を与えると同じです。圣诞节到了。クリスマスが来ました。我们来谈谈圣诞节也是按时分粮。そのクリスマスについて語るのも時に応じた食物です。圣诞节大家都会唱啊，听啊天使哦来报佳音，对不对？听啊天使来报佳音，耶稣降生了，很高兴。クリスマスというのはイエスが生まれたということを思って賛美をしますけれども、甚至外教会一直在唱平安夜，那个很好听，我也喜欢听啊。そしてある教会はですね、クリスマスイブの歌を歌いますけれども、確かに聞いてていいと思いますよ。那是不是我们因为真耶稣教会说不能庆祝圣诞节，所以这些耶稣降生的道理我们的这个诗歌我们都不能唱。しかし私は新約教会がこのことをやらないからといって本当にじゃ歌も歌わないのかと、この真理についても話さないのかということは、那我们就错了。それは間違っていますね。借着世上的圣诞节，我们来谈耶稣降生的道理是对的。世のクリスマスを通してイエス様がお生まれになられた真理について語ることは大事なことです。但是我们百分之百不能同意12月25就是耶稣诞生。しかし私たちは12月25日がイエス様の誕生日であるというふうなことは言えません。并且我们从圣经创世纪到启示录找不到耶稣要我们庆祝他诞生。また創世記から黙示録に至るまでこの一冊の聖書の中でイエス様の誕生日祝うということは一切書かれてありません。相反的，我们灵恩布道会刚结束最后一天的圣餐礼，主耶稣一再的强调，你们要纪念我的死。かえってイエス様は私たちの礼恩会の一番最後の日にイエス様は私たちにその死を記念するように言われました。所以在圣诞节讲有关耶稣诞生的道理没有错。ですからクリスマスを通してイエス様がお生まれになった真理を語ることは間違いありません。但是我们绝对不同意庆祝圣诞节。しかしこのクリスマスを祝うということは絶対に無理です。所以我们要唱有关耶稣降生的诗歌，也不一定要在12月24号那天晚上来唱。ですからイエスがお生まれになられたその賛美歌を歌うのも必ずしもその日に限って歌う必要はないんです。外教会都24号晚上这样在走路一直唱诗歌，这是我在乡下长到的印象。私が田舎にいた頃はですね、異教会の人たちは12月の24日の夜にその歌を歌って歩くんですよ。他们的圣歌队、他们的诗班，24号晚上就报佳音、报平安、耶稣降生。
まあ、彼らのその聖歌隊、彼らの、賛美歌班というのはですね、その12月24日の夜に、まあ、そのイエスが生まれましたよというふうなことを言うんですよ。我们可以说大错特错。まあ、私はそれは不能跟着错。私たちはそれについて大きな間違いであり、私はその大きな間違いに駆られてはいけないと言います。耶稣降生值得高兴。イエス様が生まれたことは確かに嬉しいことです。你随时可以唱耶稣降生的歌。いつでもイエスが生まれたことを賛美することができます。绝对不要我20号才来唱。しかし私は必ずこの24日に歌うなという必要はありません。母亲节呢？母の日は。好，请问各位。皆さん。母亲节好不好？母の日はいいですか？母亲节对不对？母の日は正しいですか？来，给我一个答案。答えをください。庆祝母亲节、对不对？母の日を祝うことは正しいことですか？说不对的举手。間違っていると思っている方は手を挙げてください。只有我一个人反对。那我就反对派的。庆祝母亲节到底对不对？まあ、母の日を祝うということは本当に正しいことなのか？我们就要了解母亲节的由来。ではまずこの母の日の由来について考えてみましょう。就好像我们华人。例えば在中国の方は。はい。你说啊，拜祖先的牌位对不对？まあ、祖先の遺灰を拝むことは正しいですか？拜祖先的牌位对不对？祖先の遺灰を拝むことは正しいですか？说对的举手。正しいと思う人は手を挙げてください。怎么又只有我一个？また点灯した一人だけですか？我要赶快放下来。拜祖先的牌位不对的。祖先の遺灰を拝むのは悪い、間違っている。我们华人不是说要慎重追远吗？まあ、私たち中国の方というのは祖先を敬うと言いますけれども。那为什么拜祖先的牌位不对呢？なぜ祖先の遺灰を拝まないのか。大家都知道丁南的故事。有一个叫做丁南的。あるその男のことがあるんですけど。非常不孝顺妈妈。まあ、非常にお母さんに親不孝であって。拳打脚踢。まあ、本当に殴ったり蹴ったりします。大骂特骂。まあ、本当に罵ったりします。稍一不顺意、妈妈吓得要发抖。まあ、ちょっとでも不注意がありますとですね、お母さんはすぐに、まあ、怖くなって。丁南在台上、山上砍柴。そしてこの男がですね、山で、木を切っていた。妈妈还要送便当送到山上。まあ、お母さんが弁当箱届けなきゃならない。哎呀、妈妈今天心里很害怕。で、お母さんは今日とても怖いと。哎、我太多家事、迟到了。まあ、家事がいっぱいありすぎて、まあ、遅刻してしまったと。边跑边跑。でお父さんはお母さんは一生懸命走りました。我怕太慢又被我的孩子打骂了。まああまり、遅くなってしまうと子供に怒られて殴られてすると。是丁南在山上。しかしこの男は山の上で。看到母鸟在喂小鸟。母鳥が、この小鳥をその餌を与えているのを見て。他看到哭出来了。そしてそれを見て泣き出したんです。原来妈妈是这样把我喂大的。お母さんはこうやって私を育ててきたんだと。那个小鸟什么都没有做。その小鳥は何もしないんです。只是嘴巴张开啊，那张得那么大。その小鳥はただ口を開けてその餌をくれるのを待ってた。母鸟要冒生命的危险。この母鳥は命の危険を冒して。找到了食物。そして食べ物を取ってきて。就舍不得吃。自分で食べることもしないで。来到了鸟窝。そして鳥の巣に来て。这么多小鸟的嘴巴，一个一个放，一个一个放。そしていっぱいいるひな鳥の口の中に一つ一つ入れてくる。又飞出去。でまたすぐ飛び出して。又再飞回来。でまた帰ってきて。小鸟什么都不管。小鳥は何も関係ない。只是懂得嘴巴张得大大的，吃啊吃啊，给我啊给我啊。ただ口を大きく開けてくださいくださいくださいと。丁南哭了。男はそれを見て泣きました。妈妈这么爱我。お母さんこんなに愛してくれて。我只是吃吃吃。自分はただ食べるだけだ。そしてこんなに大きくなって。打妈妈、骂妈妈。それでお母さんを怒ってお母さんを殴って。今天绝对不能让妈妈送便当给我。今日はですね、お母さん弁当を送ってきてもらう。一定要我冲下去接妈妈才对。自分が下に行ってお母さんを迎えるんだと。无巧不成书。怎么这么巧合？啊，本当になんと偶然。妈妈吓到半死。まあ、お母さんはすっごい。我今天迟到了。今日は遅刻したと。我会被打惨的。まあ、本当に殴られると。哎呀，上气接不到下气，从山下往上。往山上跑。まあそれで本当に、息を切りながらですね、下から上にまで登って。竟然愿意看到老母亲。それで男は自分の母親。跑都跑不动了。まあ本当に走れなくなっているのに。我不应该让妈妈这样跑了。こうやってお母さん走らせるのダメだと。所以他加速度要冲下去。それでスピードを上げて下に向かっていった。妈妈吓死了。お母さんは本当に。从来他没有这么凶的过来。本当にこの子供はこんなに。我今天死定了。今日は本当にもう死んでしまう。丢的便当。まあ弁当を落ちて。往后走。それで後ろ振り返って。没地方走啦。行くところがない。前无去路一条河。そして前は川だったので行くことができない。后有追兵我的丁南。後ろに追ってがいて自分の息子がいる。老天呀我的命苦啊。本当に天呀私は苦しいと。我死了算了。死んだ方がいいと。ドン下水了。本当に川の中に飛び込みました。水流湍急。まあ本当に水の流れ早くて。丁南冲到了。
で、男は、たどり着きました。不顧一切。何にも帰り見ず。我的妈。お母さん。为什么你跳河？なぜ川に飛び込んだのか？千错万错都是我的错。すべての間違いは自分にあると。不顾一切冲下去。本当に何にも考えずに。再怎么捞都捞不到妈妈了。どうやってもお母さんを引き上げる時に。捞到一根木头。木を、すくい上げました。拿回去。家に持って帰って。妈妈。お母さん。从今以后我祭拜你。これから私はあなたを崇拝します。请你原谅我。どうか私を許してください。这样子我们祭拜祖先就是这个由来。もう私は祖先を崇拝するのはこれが由来です。当然他悔改。もちろん彼は悔いました。当然他认错。もちろん間違いを認めました。但是不是用这种方法。しかしこのような方法を使うものです。不是祭拜木头雕刻。まあ木でその像を作って拝むのではなくて。圣经里面百分之百要孝顺父母。聖書の中では 100% お母さんその孝行しなさいと言います。要趁着你母亲还在。お母さんがまだいるうちに。所以母亲节到底对不对？ですから母の日は正しいのか？母亲节从哪里来？母の日はどこから来たのか？在西方国家。まあ西洋の国から。有一个女孩子。ある女の子がいて。她非常怀念她的妈妈。まあ、非常に自分のお母さんを懐かしく思って。但是已经不在了。しかしもういないんですよ。她妈妈一生当中最喜欢康乃馨。那个花，康乃馨的花，母亲节都要送康乃馨。哎，康乃馨，还说的是康乃馨。よく頭。很聪明，扛内秀，这里有没有扛内秀？有没有扛内秀？是吧？这是吧？这是扛内秀吗？哦，你等一下不能来拿一个说妈妈，我送给你，这个不可以了。好，这母亲节，这个女孩子她的妈妈非常喜欢扛内秀。でこの扛内秀ですね、この娘のお母さんが非常に好きだった花なんです、ね。所以她就每逢她妈妈的忌日、死去的日子，就准备。康乃馨献给妈。そして自分のお母さんのまあ命日の時にですね、必ずこのカーネーションを用意してまあ捧げるんですよ。一传十，十传百。そして一から十、十から百へと伝えていかれて。他在美国那一州也通过了，哎，定统一母亲节。そしてアメリカでもこの日にちが定められて、母の日というふうに定められたんですね。其他世界各个国家也不知道这个母亲节到底是怎么来，为什么要送康乃馨？哎呀，母亲节很好啊，我们也就跟着来庆祝母亲节。まあ他の国もそうですけれども、この母の日はどうやって来たのか、またなぜカーネーションを送るかもわからないんですが、しかしそれに従って母の日にはカーネーションを送るという、まあ、風習ができたんです。从表面来看，这是一件好事。まあ外見から見てこれはいいことであります。全世界都纪念母亲、庆祝母亲、报答。母亲是好的。まあ全世界を通して母に孝行して母に報いるということはとてもいいことであります。但是深入了解，我们也跟着人家在拜拜。まあ深く理解していくと私たちも同じようにまあ崇拝します。所以传道很坦白的建议了哈，建议哈，不是命令哈，挺好。ですからまあ伝道者で一つ皆様にまあ意見として述べたいと思います、ね。这个老仆人来到这里，规定这个规定那个，以前你不知道，现在限制这么多，很痛苦。昔はなかったけれども、今、このように、あれもこれも定められていたら、皆さんも、大変だろうと思いますけれども。我再强调一次。まあ、もう一度強調していい。纪念母亲、报答母亲、孝顺母亲、百分之百对。まあ、母を記念して、母に報いて、母に孝行するということは、100% 間違いありません。你用5月第二个礼拜天来庆祝母亲节送康乃馨、不对。しかし、5月の第2日曜日において、母にカーネーションを送ることは間違っています。能不能做生日？能不能纪念庆祝生日？その誕生日祝うことはいいですか？也一样的道理。同じことですよ。创世纪到启示录找不到庆祝纪念生日。創世記から黙示録に至るまで誕生日を祝うということについては何も書かれてありません。有一个文学家。ある文学者が。他不是信真耶稣教会。まあ、真耶稣教会を信じるわけです。他说我想到我妈妈生我的时候。まあ、自分のお母さんが私を産むときに。血流那么多。多くの血を流して。我以这一天高兴吗？妈妈流血我高兴、庆祝庆祝、还要吹蜡烛。嘎、高兴高兴、后我快乐生日、妈妈流血。まあ、自分のお母さんが血を流して自分を、産んだその日にですね、自分はその、お祝いですと、自分の誕生日ですと、ろうそくの火を打ち消して喜んでいられると思いますか？他说这个誕生日、Happy Birthday、我讲不出来。まあ、この誕生日、おめでとうございますという言葉を私は言えません。真的是おめでとう不能讲。本当に、おめでとうは言えないんです。妈妈、生我差一点都没命的。まあ、お母さんは自分を産むときに命の危険すらあったわけですよ。所以我们每一个弟兄姐妹，如果你道理越懂了哈，ですから兄弟姉妹たちが真理を余計知っていれば、你不会随着这个潮流风俗一直在走。まあ、この流れや風習にまあ従うことはないんですよ。想想看，小孩子都一定要庆祝生日。まあ、例えば子供というのは必ず誕生日を祝いますけど。
大家都庆祝，只有你没有庆祝，你不是很奇怪？まあみんなが祝ってて、あなたが祝わなかったら、まあおかしな話でしょ。所以有时候遇到庆祝生日，他传道你也来参加。まあですから、あの誕生日を祝うときにですね、伝道者一緒に来てください。啊，Happy birthday to you！哦，誕生日就一直唱，一直拍手，一直拍手。我实在唱不下去，很难过。まあですから本当に。我说你妈妈流血，你妈妈流血，你妈妈流血。まあ、あの、ハッピーバースデーという歌を歌いますけれども、しかし本当に私は歌えないです。私は本当に逆に、あなたのお母さんが血を流して、あなたのお母さんが血を流してというふうにしか言えないです。如果是、你要记住你的生日。もし自分の誕生日を知っているならば。你是应该说、妈妈、我爱你。お母さん、私はあなたを愛していると。没有你流那么多血、我今天没有生出来。あなたが多くの血を流さなければ、私は、今の私はないと。你要抱着妈妈。紧紧的说，妈妈，我感谢你，谢谢你才对。本当にお母さんをしっかりと抱きしめて、お母さんありがとうと。不是吵着要生日礼物，不是吵着要买蛋糕。まあケーキを買ってくださいとか、プレゼントくださいとかそういう問題じゃないんですよ。给你们自己去想啊，不是命令啊。まあこれは皆さん命令ではなくて自分自身で考えてみてください。好，我们现在讲回来母亲节。で母の日に戻りましょう。我们不庆祝母亲节。まあ私たちは母の日を祝います。但是我们要了解母亲的道理，借着这个母亲节，我们来了解母亲的道理。しかしこの母の日を通して母についての真理について話しましょう。ヨハネの福音。ヨハネの福音書。19章。19章。26節。26節。约翰福音19章26节。约翰福音19章26节。耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看你的儿子。”イエスはその母とまな弟子とがそばに立っているのをご覧になって、母に言われた：“夫人よ、ご覧なさい、これはあなたの子です。”27节。27节。又对那门徒说：“看你的母亲。”从此那门徒就接他到自己的家里去了。それからこの弟子に言われた、ご覧なさい、これはあなたの母です。その時以来、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。主耶稣被钉在十字架上面的时候、イエス様は十字架の上に貼り付けにされた時、一共讲了七句话、七ことを話されました。最後就結束生命。そしてその後命を終わりにしました。最後一句在哪里呢？最後の言葉は何でしょう？最後一句就是30节。最後の言葉は30節。耶稣尝了那个醋，就说成了，便低下头，将灵魂交给神了。イエスはそのブドウ酒を受けて、すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られた。就是耶稣为世上人人死在十字架上，流血救恩完成。まあこれがイエス様が世の人々のために十字架につけられて、その血を流されて成就させたことです。但是在这里说，看你的儿子，看你的母亲。しかしここの中において、これはあなたの子です。これはあの母ですと言われた。这是十字架上的第三句话。これは十字架に貼り付けされた時の。その第三の言葉ですね。父母亲要离世之前所讲的话都是很宝贵。まあお父さんお母さんこの世を離れる時に話される言葉はとても大事です。耶稣基督在十字架上所留下的七句话，每一句话都是很宝贵的道理。イエス様が十字架につけられた時に話されたこの七ことというのも非常に尊いです。从看你的母亲，ご覧なさいあなたの母です。我们来想这句话。まあこの言葉について考えてみましょう。我们在去年秋季联恩布道会的时候，去年の秋の联恩会の時には，我在台上讲道理，私が講壇の上で説教しました。突然间看到传道人很紧张的下楼去，それであの伝道者奥さんがですね、とても緊張した面持ちで、まあ下に行きました。什么事都没有讲，何も言わずに。原来他接到国际电话，彼女は国際電話を取って、阿根廷的弟弟打电话给传道娘，アルゼンチンの弟が、伝道者奥さんに電話しました。妈妈离世了。お母さんが、亡くなったと。传道娘都没有告诉我。伝道者奥さんは私は何も言わません。让我专心的把圣工完成。そして私がしっかりとこの御働きを終えるようにします。灵恩会结束了。で、4回が終わって。我们两个才在传道房里面拥抱哭泣。そして私たちはその伝道者の部屋で、まあ抱き合って泣きました。妈妈走了。お母さんがまあ行ったと。我岳母大人在世上的时候一再强调，你要专心做工，你要专心做工。私の義理の母親に当たりますね。私に、しっかりと働きなさい。しっかりと働きなさい。因为我的岳父也是老传道人。まあ私の義理の父親も伝道者だからです。他比我们大家都熟悉的杨辉安长老更早当传道。皆さんもよく知っているヨハネ長老よりも初期の伝道者です。結果、杨辉安长老走了，我岳父也都走了。そしてヨハネ長老がまあ行かれましたところ、義理のお父さんも行かれました。我的岳母一向都说你
专心做工。そして義理の母からいつも言われていたんですが、しっかりと働きなさい。我岳父在当传道的时候，他也是什么事情都不让他操心。そして義理の父が伝道者仕事をしていた時も、その義理の母は何一つ心配をさせません。让他专心做圣工。そしてしっかりと心を集中して仕事できるようにと。我岳母的女儿，我孩子的妈妈也一样，有其母必有其女，也专心让我做工。そして、義理の母の娘、いわば私の奥さん、まあ、この母にしてこの娘ありというように、私にしっかりと働かせてくれました。甚至在聯恩部大会重大聖功、妈妈离世的消息、他都不让我分心。この霊恩会という重大な働きの中において、お母さんが亡くなったということを私一切知らせませんでした。所以平常很多事情。ですから、日頃多くのことがあります。接電話、要安排訪問、要穿什么衣服、戴什么领带、头要不要梳什么，全部他要替我负责，我都不知道。领带今天要穿什么衣服、什么西装、戴什么，他通通要给我弄好，我都不知道。私が日頃 その生活の中において、まあ、どんな洋服を着るか、どんなネクタイをつけるか、どこに訪問に行くのかということについて、すべて奥さんが私の世話をしてもらっています。我专心准备我的道理。私はただ自分の説教を準備します。赶快来吹头。すぐにあの髪の毛をその溶かしてくださいと。我是鸠山首相。まあ、私は鳩山師匠であると。过过瘾。我在电视上看到鸠山首相，哇，他的爱人帮他吹头发。まあ、あのテレビを見てみますと、あの鳩山師匠の奥さんが、その鳩山師匠のためにその、まあ、その頭をセットしてるんですね。所以既然这样子让我们专心做工的妈妈。ですからこのように私たちを、心を集中して働くことができるようにしてくれたお母さんに。他已经不在了。今いないんですよ。现在讲到这句话。今この言葉が言えます。看你的母亲。ご覧なさい、あなたの母です。我孩子的妈妈看不到了。今うちの奥さんはもう見えません。在座的各位。今皆さん。你的母亲还在吗？お母さんまだいらっしゃいますか？不在了。不在了。いらっしゃらない。你要看也看不到。見たくても見えません。但是你还是要这颗心。しかしこのような気持ちを持ってください。妈妈。お母さん。我真的要看你。私は本当にあなたを見たい。就算他已经在天国。たとえ天国にいたとしても。你还是要充满盼望。本当にこのような望みを持って。好好的遵守道理。そしてしっかりと真理を守って。将来在耶稣的怀抱。将来イエスの御懐の中に置いて。跟他一起。彼女と一緒にいるんですよ。我们这一位慕道朋友。この求道者が。凤凤。鳳凰さんは。刚才大家在为他祷告。先ほど皆さんが彼女のために祈ったとき。传道跟他谈话。伝道者が話をしましたら。你看他的颈部。まず首で見てください。凤凤站起来没关系。凤凤。凤凤，你起立，给大家看看，关心你。你看他的颈部哈，好可怜哈。好，请坐，顺服哈。魔鬼就让他这样抓，死，已经死了啊！刚才都这样抓，好可怜。本当に悪魔がですね、この手を持って首の中にもあの締め付けようとするんですよね。本当。传道，我要见我的爸爸妈妈。まあ、それで、伝道者、私はお母さん、お父さんに会いたいと。我说你的爸爸妈妈现在在做明星。今あなたのお父さんお母さんは明星をしている。你的舅妈又是女鸡头。またあのあなたの おばさんも、そういう関係のことをやってる。一跟他们谈话，那个力量就来，灵邪灵的力量就来。本当に話をしているとすぐにその邪霊の力が来るんですよ。所以他说已经跟家人说，暂时这段期间我不跟你们讲话。まあ、それで家族に、この期間の中においては本当に話をしないと。这个是对的。まあ、これは正しいことです。因为神是忌邪的神。なぜならば、本当に神様は、あの、横島を嫌う神様。在对说这段期间他要信耶稣。ですが、この期間中、彼女は、他要脱离魔鬼的掌握。そして悪魔の支配から逃れると。我们大家要救他。爱他。彼女を愛して。魔鬼知道啊。悪魔を知っているんです。魔鬼不让我们救他。悪魔は私たち彼女を救うことを嫌っているんです。魔鬼要让他死。だから悪魔は彼女を殺そうとするんです。似是而非啊。本当に全部火も分かるんですよ。你要去见妈妈，你要去见爸爸。お母さんに会いたい、お父さんに会いたいと。爸爸妈妈在魔鬼掌握之中。お父さんお母さん悪魔の支配下。你现在要脱离魔鬼掌握。今あなたは悪魔の支配下逃れる。你怎么见得到？どうやって会うんですか？就是让你死。それあなたは殺すんですよ。绝对不能中计。絶対にこのような簡略に陥ってはいけない。所以魔鬼的话都是似是而非，好像对，其实错。ですから悪魔の言葉というのは本当であって嘘なんです。所以我告诉他。ですから彼女言いました。虽然是母亲节。母の日ですけど。你不用打电话。電話しなくていいです。你不用联络。また、あの、連絡しなくていいです。你先祈求耶稣救你脱离魔鬼撒旦。まず、イエスに求めて、あなたが悪魔の支配から逃れることができるようにと。再